シャフリル・シャフリルは、インドネシアの植民地時代から、独立国家初期にかけて活動した、民族主義運動家、政治家である。インドネシア独立宣言後、スカルノ大統領の下で同国の初代首相となった。その後、インドネシア社会党を率いたが、スカルノとの清掃に敗れ、スカルノの指導される民主主義機に逮捕された。その後、 病気療養のために出国が認められ、そのまま亡命先のスイスで隠しした。オランダ領東インド時代の西スマトラ、パダンパンジャンに生まれる。ミナンカバウ族の出身。モハマッド・ハッタも同族の出身であり、その後各期において、シャフリルとハッタは同志的つながりを深めていくことになる。なお、シャフリルの父親は植民地政府の地方検察官だった。 北スマトラのメダンでヨーロッパ人小学校及び高等小学校に学び、オランダ語で教育を受ける。1926年、西ジャワバンドンの普通小学校に入学。1929年、オランダのアムステル大学法学部、ライデン大学に留学。同じく東インド各地からオランダに留学している、原住民留学生たちが結成した。 インドネシア協会に参加するとともに、ヨーロッパの左派知識人らとの交流を深める。オランダでの学業半ばにして1931年に、東、インドに帰国し、インドネシア国民教育協会の議長に就任。その後に同じく、オランダから帰国したハッタを新議長に迎えて、民族主義の啓蒙活動に取り組んだ。1934年2月。 ハッタラインドネシア国民教育協会の幹部と共に逮捕され、イリアンジャヤのボーフェンディグル・バンダネーラ島に流刑となる。なお、この流刑期間中にオランダ人女性、マリア・ドゥシャユーと結婚している。太平洋戦争の開戦と共に、日本軍がオランダ領東、インドに侵攻すると、西ジャワのスカブミに収監されていたシャフリルも、日本軍によって釈放された。 太平洋戦争中の日本軍政機には、スカルノやハッタが軍政当局に協力することで民衆運動を指導したのとは、対照的にシャフリルは対日協力を拒否する姿勢を貫いた。そのため、当局によって反日組織との関係を疑われるが、ハッタらの尽力により逮捕を免れた。なお、この時期、ハッタの勧めによって独立養成塾で講師を務めている。 終戦直後の1945年8月17日、スカルノとハッタが民族の名においてインドネシアの独立を宣言し、同月22日、暫定的な第2期間として中央国民委員会が発足。インドネシアは創始国オランダからの独立を達成するために、難しい内政と外交の舵取りに取り組んでいくことになった。 1945年10月16日付の政府布告により中央国民委員会の日常業務を行うために集中的な権限を与えられた常務委員会が発足するとシャフリルはその委員長に就任した。同年11月14日には同国の初代首相に就任、以後3期の内閣を組閣し最初期の国政運営を指揮した。その間、 シャフリルは自ら人民社会党を組織し、アミル・シャリフディンが結成したインドネシア社会党と合併して社会党を結成した。3期のシャフリル内閣、その後を2期引き継いだシャリフディン内閣において閣僚の多数を構成したのはこの社会党のメンバーだった。首相就任と前後して、小冊子、我らの闘争を発表。 日本軍正規のスカルノハッタの対日協力を厳しく批判するとともに内政面ではスカルノが唱える単一政党制の導入を全体主義的であると否定して複数政党制よりなる多元主義的な西欧型民主主義体制の確立を目指し外交面では独立達成のために現実主義的な路線すなわち親欧米協調路線を訴えたこうした 政治路線は副大統領を張ったとも共有していたものであった。首相就任当初は日本軍勢への協力拒否の経歴などによって青年や知識人の支持を得ていたが、旧宗主国オランダとの外交交渉によって国家の独立を獲得しようとする施政方針は武力による独立達成を求めて急進化しつつあった青年層の離反を招き、4期目の組閣には失敗した。 その後は、政府顧問として、諸国を遊説し、インドネシア独立の支援を各国に問いって回った。アミル・シャリフデン内閣が、オランダとの停戦協定である、レンビル協定の承認をめぐる混乱によって、総辞職すると、1948年1月29日、副大統領・ハッタが組閣することになった。シャフリルは、このハッタ内閣を支持し、アミル・シャフルデンは支持しなかったため、 社会党は分裂2月13日、シャフリルはインドネシア社会党を結成し、その党首に就任した。一方のアミル・シャフルディンが主導する社会党内サハグループは、その後、インドネシア共産党に合流した。その後、インドネシアがオランダからの独立を達成し、1955年9月、インドネシア国政史上初めて総選挙が実施されると、シャフリルは この PSI を率いて、総選挙に臨んだ。しかし、得票率わずか2.0%で大敗する。1950年代の議会制民主主義期は、小政党に転落した PSI を率いながら、インドネシアにおける社会主義、民主主義の確立を目指して、言論活動を継続したが、1958年2月のスマトラ反乱に PSI 関係者が参加したことで、 同党は活動停止の処分となった。1962年1月16日、政権転覆の防御を図ったとの疑いで、スカルノ政権によって逮捕される。もともとシャフリルとスカルノの政治的、思想的対立の溝は深く、シャフリルはスカルノを批判し続けてきたが、この逮捕によって、スカルノの長年の政敵の一人として、葬り去られたことになる。 その交流中に発病し、スカルノの許可を得て治療のためスイスに出国、そのまま同国に亡命し、1966年4月、チューリッヒで隠しした。遺体はスカルノ失脚後にインドネシアに搬送され、ジャカルタの英雄墓地に埋葬された。ありがとうございます。